亀塚公園亀塚公園は東京都港区三田四4丁目16番20号にある児童公園。隣に住み寺がまた敷地内に亀塚公園前交番がある。亀塚の名称の由来は複数伝えられている。縄文時代の住居跡が発掘されている。江戸時代は上野沼田半時伊勢守、下屋敷で明治維新後は皇族課長三宅が 日本橋浜町の元諏訪判定跡から本所に移る。大正13年道宮下断絶後は1、磁気内大人邸となったが、昭和8年建物は壊され、昭和20年には空襲により庭園は破壊される。その後公園として整備され、昭和27年11月3日港区立、亀塚公園として開園するに至る。円墳上部には登ることができ、 かつてはそこから360度の方角で、東京全体を展望できたが、現在は、おたやわた神社側に樹木が生い茂り、遠望は望めない。課長宮邸時代の外壁はそのまま存在し、公園を取り囲んでおり、独特の雰囲気を醸し出している。公園内にあるフラーレン型の遊技具はもともとおた、小学校内に付設されていたものだが、昭和40年代に同所に移設されたものである。 公園の南西部のフリースペースは、元は防衛庁の感謝群が存在したが、港区に払い下げられ、その維持、管理については、地域住民が計画初期から参画するワークショップ方式が採用され運営されている。そうした試みにもかかわらず、現在、平日では公園で遊んでいる子供の姿は、ほとんど見られず換算としている。ありがとうございます。